清水隆と奥村幸のうちの茶の間へようこそ。さあ今日も始まりました。僕たちのこの番組はまるで昭和のお茶の間から、そう、あなたのお家にいらっしゃるあなたとおしゃべりを交わしているような番組でお送りをしたいのです。どうぞお茶とお菓子などご用意をしていただいて、ごゆっくりお付き合いください。幸さん、今日も始まりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日なんか清水さん、こうなんていうのかな、どしっと構えていい感じじゃないですか。いい感じですか、うん、さっきまであなたに怒られてたんですけど。いやいや、バッチリですよ。バッチリですか、ね、ほら嬉しいな、ね、はい、はい、放送ね、今日も始まりました、はい、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、さあさあ、はい、お茶のお供、はい、ね、はい、ご紹介願いたいと思います。今日は滋賀県の大津の、ミーデラの力餅、うん、はい、あ、これ映るかな、うん、ミーデラ有名ですね、滋賀県では、はい、ミーデラはなんとか言うんやな、はい、正式な名称がね、はい、うん、で、知らんのやろ。え、知らんのやろ。知らん、覚えてなかった。、うん、あのこれはね、で、あの串に刺したお餅をね、あ、はいはい、あの、ちょっとグリーンのね、そうそう、ちょっと甘いお粉がかかってるお菓子ですよね、うんうん、はい、で、包装紙も緑やったんですよね。そうなんですよ、あのいろいろ裏話がございましてね、はいはい、私どもは基本あのグリーンのものを持ってきてはダメっていう決まりがあるんですよ。はい、なぜかというとグリーンは映らないんですね。あ、そうやね、はい、うん、これを示せばからね。それでね、清水さんはあのグリーンの包装紙を持ってきて非常に私に怒られたという、はい、お話でしたね。なんでグリーンやらないというね。はい、はい、じゃあここでコマーシャル。はい、スタジオセブンから駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、はい、素敵な女性が、はい、本日もゲストに来ていただきましたけれども、はい、清水さん、ご紹介を。僕が招いたんです。はい、ご紹介を、はい、ね、あのアンガーマネージメントのファシリテーター、まあ後でその団体名とかはおっしゃっていただくとして、うん、はい、アンガーマネージメントのファシリテーターって2つともこのまま言葉が分からへんだけど、うん、あの滋賀県の栗東市にお住まいの秋山京子さんです。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ね、アンガーマネジメント、噛んだ噛む、これすいません、噛んじゃう。もう自己紹介ご自身していただこうかな。はい、はい、お願いします。私はですね、一般社団法人アンガーマネジメント協会認定の、アンガーマネジメントファシリテーターをしております、はい、秋山京子と申します。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。アンガーマネジメントのファシリテーター、はい、2つともわからへんだけど、ファシリテーターね、何か資格かなんかですかね。そうですね、あのそういう、皆さんの前でアンガーマネジメントというもののトレーニング法をお伝えする、うん、ことができる資格を持ってるってことですね。アンガーマネジメント、アンガーマネジメント何のマネジメントなんですか。アンガーというのは直訳すると、うん、怒る、怒りっていうことですよね、はい、うん、はい、そして、マネジメントというのは、辞書なんかで引きますと、管理すること、経営するとか、うん、そういう意味になるんですが、はい、日本アンガーマネジメント協会では、マネジメントの部分を後悔しないことと意訳しています。ほう、なので、アンガーマネジメントとは、怒りで後悔しないこと、はいはいはい、アンガーマネジメントね、うん、知ってるよ、怒らなくなることでしょうって言われるんですけど、うん、それは違うんですね、うん、怒らなくて上手に、怒ることは上手に、うん、怒らないといけないことは上手に怒るようになって、怒らなくていいことは怒らなくなるようなトレーニング法をお伝えしているということです。はい、で、ファシリテーターとは、はい、あ、まあ、皆さんにこの、はい、アンガーマネジメントのトレーニング法を、うん、お伝えするという、まあ、役割のことですね。あ、そうですか、まあ、回すとかそういう意味があるんですが、はあはあ、はい、ね、例えばですよ、今の話聞かせていただいて、こうよく
なんかちょっとしたことでねわーっと言って後で後悔することってないですか、はい、もうあんなこと言わなかったよかったってしょんぼりするの、ね、でも、はい、まさにそういうことですよね、うん、そういうところをトレーニングをしてなくしていくってことですか、そうです、そうです、無駄に怒らなくなるっていうことですね、自分の怒りの感情には、には自分で責任を持って、まあ、怒りすぎる人とかいらっしゃいますね、ずっと嫌がされてる、はいはいはい、まあ、そういうことは特にですね、はい、その怒らなくていいことは、まあ、捨ててしまってその感情は捨ててしまって楽に生きることができるようになるという、うん、ねえ、アンガーマネジメント、はい、またなぜそのね、はい、ファシリテーターをしていこうと思われたんですか、はい、それはもともと私アロマのアロマセラピストとして、うん、はい、施術ですねをさせていただいてたんですけど、その時にねお客様として来られた方が、ちょっと心の病気を抱えてらっしゃったんですね。で、施術の前にちょっとお話をするんですけれども、うん、その時にポロ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 、うん、泣き出されて、この心の病気があるために、まあ、外にはお仕事に行けないんですね、うん、ただ、ご家族には体は元気なのになんで仕事に行けないのかって言って怒られるって言われたんですね。で、ポロ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 泣かれたんですけど、私なんとなくその方の気持ちも分かったんですけど、うん、そちらのご家族の気持ちもなんとなく分かったんですね、うん、それは、心配で、うん、その心配な気持ちを素直に伝えることができなくて、怒るっていう感情で、うん、なんでできないのっていう感じで、まあ、その人に伝えてらっしゃるんですよね、うんうん、でその時、それがなんで分かったかっていうと、私の父が私が心配な時にまあ、お前これどうなってるんやって言ってよく怒られたんで、はい、その気持ちも分かったので、そのクライアント様にはなんていうんですかね、そうお父さんもお母さんも心配で怒ってらっしゃるんだと思いますよってお伝えしたんですね、うん、で怒りの感情って中は複雑で、やっぱり心配とか、うん、まあ、心の空腹感とか寂しいとか虚無感とか、うん、そういうものがいろいろ合わさって怒りの感情として出ていくんですね。で、その中の気持ちを素直に言えればいいのに、怒りの感情としてバーって出してしまうっていう、この怒りの感情って面白いなって感じたんです。うん、そして当時ね、煽り運転が席を賑わせてて、はいはいはい、その時にテレビでね、はい、アンガーマネジメント協会の方がお話しされてるのを聞いて、うん、あ、私これ学んでみたいなと思って、うん、なるほど、そういうきっかけだったんですか、はい、つけに行きました。なるほど、ありましたね、煽り運転、はい、煽り運転 ね、はい、ね、ありました、常磐自動車道かなんかで、うわーと、ね、怒鳴って降りてきはったっ、あれも怒りになるんですかね。そうですね、煽ってらっしゃる方が怒りなんですか。そうですね、煽ってらっしゃる方は思い通りに、うん、まあ、いかないので怒ってらっしゃるっていうことですね。なるほど、なるほど、なるほど、そういう怒りもあるんだよね。そうなんです ね、清水さんみたいに早起き言ってるのも怒りだしねさっき私がミーデラのね、お餅なんで緑なん言うなの怒りやし、あれこそ私トレーニングしたことが良かったかもしれない。あのね、誇張して言ってるだけです私はお笑いですから、はい、受け狙いでお笑いやったの受け狙いで言ってるのちょっと違うかもしれない。あ、そうですか、そうですか、はい、ね、その相談に来られる方っていうのはどういった方が多いんですか、うん、そうですね、相談というか講座に来ていただくのは、うんうん、やはりそのトラブルですね、怒りの感情がこう強いためにトラブルにはなってて、うん、まあ、どうしてもこの怒りの感情を整理して、うん、いい生活を取り戻したいっていう方が結構いらっしゃいますね、うん、まあ、その方っていうのは自覚して、まあ、来られるので、まあ、トレーニング法をこうすっと受け入れてくださる方が多いですけれども、まあ、世の中ってそういう自分が怒ってるっていうのを気づかずに、うん、こうなんていうんですかね、怒り散らしてる方とかもいらっしゃる、はいはい、でぜひそういう方にこのトレーニング法をしていただきたいなというのはあります、うん、そう、トレーニングってね、さっきからおっしゃってますけど、そう、トレーニングっていうのはどういった方法なんですかね。そうですね、まず、まあ、なんていうんですかね、反射でこう急に怒ったことに対して反射で怒らなくなるようなトレーニング法であったり、はいはい、そこから冷静に考えて、一歩自分を客観視しながら、それが、自分の感情のどの辺に入るか、
で許せなかったらその行動ですね、うん、やっぱり人にこの怒りの感情を伝えた方がいいと思うときは、うん、どういうふうに行動したらいいかっていうのをお伝えしています。だってしまう、じゃあ自分の感情の中の怒りっていうのはもうすぐそこにあるもんやからね、まあ、隣り合わせですよね。そうそうそう、平常な、うん、なのでね、トレーニング法は実はすごく実際めっちゃ簡単なことなんですけど、やっていくことが難しいので、はい、そうでしょうね、継続してやっていって習得していただくっていうのが必要になってきます。例えばよくこうイラッとしたら、はい、ちょっと深呼吸してくださいとか、はい、よくね、そういうことでもいいと思います。そういうことだったりする、はい、少しイライラが収まったら、イラッとしたことについて怒った方がいいことか、うん、まあ、もう怒らなくてもいいって思えるかっていうのを考えてもらうと思いますね。そう考えてる間に怒りはどっか行ってしまいそうですけどねそうやね、そういうことでしょうね、狙いはそうです。カッとなったら何秒待ってくださいとかっていうね、そういうルールがありますよね。でもカッとするともう同時に体動いてる方おられるじゃないですか。そうです、そこをなんとかする、ね、客観的に考えるのがトレーニング法で、実はそれがすごい難しいです ね。もう気づいたらみたいな方おられるじゃないですか、はい、けどそれ瞬間湯沸かし器って言ってね若い頃の僕はそうやったんですけど、そういうけど、まあまあ一つにはね、年齢をいくとともにだん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 起こらなくなります、うん、そういうことね、僕もアンガーマネジメントの話をちょっと聞かせていただいたら、あ、やっぱりあれとこれとくらいはまだ腹立つな、うん、でそれを今日岸田に幸さんに言ってたら、うん、傷ついてへんだけやんいっぱいあるわとか言って起こることが何て言うんですかね、結構頻繁にある方は、はい、アンガーログって言って、起こったことをずっと書き残していくといいんですね。そしたら自分がどんな時間帯とか誰にとかどんな出来事で起こるっていうのが分かるようになるので、それにピンポイントに合わせて対処するっていうのも一つ、ね、だいたい起こるスパンとか起こることっていうのは似てたりするんですかね。私はね、実は子供が2人いるんですけど、家がね片付かないのがすごい怒りの対象でして、なんで片付けられへんのってことですか。毎回毎回それで起こるので、まあ、それのためにトレーニングを積んで、こういう時はこうしたらいいっていうのも一つ持ってますね、はい、じゃあちょっと清水さんにもあれやな、怒ってばかりいるからちょっとトレーニングしようかなそうしてくださいしようかな、はい、おじさん代表してお願いします別に怒ってるわけじゃないんですけどね。怒ってるわけじゃない、そうそうそう、怒ってる、まあ俗に言われるノリとツッコミみたいなノリなんですけど ね、だいぶこの頃ね、僕がノリノリはノリツッコミ、ボケとツッコミ、ボケとツッコミノリとツッコミってノリツッコミ、あれは一人ノリツッコミ、何言ってるかちょっと分かんないですけど、はい、頭もボケてますからね、はい、いいね、ありがとうございます。清水さんもちょっとご指導受けたとかされてないとか、一度ね、大津のカフェサロンで、うん、アンガーマネジメントの教室をされてる時に一応、うん、招いていただいたんじゃなくて、うん、僕は自分で参加して、うん、はい、出席しました。どうですか、その受けられた、ね、その時はね、うん、僕怒ることはそんなにも最近怒ることは怒ってない、うん、怒ることは怒らない、分かり、うん、意味言うてること意味わかります？ちょっと何言ってるか。いや、だからその怒ってないって言ったんですけど、うん、やっぱりそれでもね、二つ三つやっぱりしょっちゅうこのパターンで怒るなっていうことがあります。気づきやね、ほんなら。だってそれもね、行ってセミナーじゃないけど講座から受けて気づけたんですもんね。はい、そう自分の意識にちょっとその思いがね、うん、届いたというかね、そういうところあるんやなっていうと思いましたね。ありがとうございます。怒る感情って、うん、学校で習ったりってさしさんされたことありますか？怒る、こうやって怒ったらいいよとか、結構厄介な感情なのに結構トラブルになったりもしますよね、うん、で学校で習ったり怒り方っていうのはね、習ったことないかもしれないですね。で、ご両親からもこうやって怒るんだよってお伝えしてもらったことってないですね。ないです。ないね。怒られることばっかりで
その怒りに対することの指導は何にもしてないですね。厄介な感情なのに、うん、誰にも教えてもらったことがないんですけど、はい、やっぱり身近な方の怒り方を真似て怒るっていうことに、うん、まあ、お子さんの時だとなってしまうんですけど、うん、そのまま続けていくと、まあ、ずっとその同じ怒り方になってしまうんですが、うん、まあ、あの子供さんの講座もあったりして、うん、あの子供さんと、親御さんと一緒に受けていただいて、まあ、怒り方を家族で見直していただくっていうのも今させていただいてます。奥深いね。いや、もう本当に怒るっていうことはね、科学、ね、怒るを科学してるのかな。あの、いいこと言わないですか。え、いいこと言わないですか。怒りを科学する。いや、本当にね、怒りをこう捉えて、ね、まあ、ちょっと考えて科学するっていうことはね、これからの時代にものすごく大事なことですよ。どうしたんですか、清水さん。なんか今日ええこと言えないですか。ちょっと今日は賢い目が開いてるんかな。うん、そうやけど、あの、ね、そのなんか、え、来年からっておっしゃったかな、あのパワハラも。あ、はい、そうです。企業様の問い合わせが今あるのは、はい、中小企業様なんですけど、うん、大企業様も始まってるんですが、うん、あ、そうなんですか。そうなんです、うん、中小企業様におかれましては、うん、来年の4月1日から、うん、パワハラの防止措置法っていうのが、何、パワハラの防止措置法っていうのが、はい、あの、施行されますので、はい、今はあのそういうもの、あの、そのパワハラの、ね、講座についても、うん、パワハラって結構アンガーって怒るっていうのを、はい、あの結構関わってきますので、うん、そちらの、あの防止対策講座というのもさせていただいてて、そのお問い合わせがありますね。パワハラに関しては言う方が怒りなんですね。言われてる側ではなくて、まあまあ、言う方が、ね、ほとんどの場合が、うん、ね、うん、で、あのパワハラを受けて、まあ、心を折られたりするとか、はいはい、うん、とてもあのそおかわいそうというか、被害者の方ですよね、うん、そこは、ま、守ってあげないといけないっていう、うん、あの、まあ、法律的にそれがあの始まるんですけれども、うん、あのだからといって、じゃあ、あの、まあ、頼りないというか、失敗してしまった部下に、是正の言葉、ね、是正の、はい、怒るっていうことね、叱るとか怒るっていうことが、うん、パワハラになるかもしれないと思って、うん、あの、できない人が増えるのもダメですよね。あ、そっかそっか、もう今何でもかんでもそれ言ったらパワハラですよとか、モラハラですよってなるので、はい、言いたいことも言えなくなってきてるじゃないですか。そうなんです。で、結局それがあのパワハラになるかもしれないと思って、うん、それを言わないと、その人の行動是正に、部下の行動是正にならないですよね。でそれで後悔するっていう、さっきね、あの、本当は怒った方が良かったこと、ね、後悔する、言わなかったことに対して、後悔するような怒り方になってしまうので、パワハラでっていうのが、被害者の方も、まあ、管理する側の方も何がパワハラに当たるのかっていうのをしっかり理解していただいて、その中で、どうやって、うまく、あの、その怒りを伝えるというか、行動是正をしていくっていう方法をお伝えしています。そうや、本当そうですよね、はい、結構何かあるとそれはパワハラ、モラハラ、何ハラ、ね、はい、いろいろ、ものすごいハラスメントはいっぱいある。ハラスメントって直訳すると何ていう言葉になるかご存知ですか。ご存知ですか。知りません。教えてください、知りません。嫌がらせとか、そういう言葉になるんですね。ただの嫌がらせ以上が、まあ、本人、ね、やってる方はただの嫌がらせとか、うん、ちょっとした、うん、まあ、意識とかになりますけれども、嫌がらせはイコールハラスメントという捉えた方がいいということなんですよね。で、あの、そういう観点からも、あの、何がハラスメントなのかっていうのをしっかり理解して、まあ、あの、まあ、コミュニケーションを取っていただくっていうのが必要かなと思います。ね、そのA さんも B さんもそこにハラスメントっていうのを気にしすぎたら、何にも言えない、こっちも何にも聞けないって言って、意思疎通、人間関係、コミュニケーションがうまく取れないですもんね、はい、特に管理者の方ですね、はしっかりあのハラスメント、パワハラですよね。だからそれがどんなことがパワハラに当たるのかっていうのをちゃんと確認しておいていただくと、まあ、社内でこれパワハラっていう案件が出た時に、そうなのかそうじゃないのかっていうのが、まあ、分かるレベルがあった方が、まあ、あの、そういう組織としていいんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、はい、確かにそうだわ。そう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 、先日ね、あの、
ご相談いただいた企業の、まあ、経営者様のお話だと、育成に入る、まあ、上司ですよね、はい、は仕事にすごく熱意があって、はいはい、一生懸命やってきた自分が自信を持ってやってる仕事だからこそ、育成の上で部下に、まあ、同じ熱量で、まあ、指導してしまったりするんですよね。でそうなると、まあ、時に強く言ってしまったり、ね、まあ、なんかこう物に当たったり手が出てしまったりということがあるかもしれません。それは、だけどその部下の方は同じ熱量で来られても困るわけですよね。世代間格差もありますからね、はい、で部下の方の、まあ、心の状態や体の状態が悪いときは、体調崩されたり心がね病気になられたりすることがありますので、まあ、そういうのがご心配で、どっちも同じ社員なの、大切な社員なのに、ね、はい、ね、どっちも別に間違ってないのに、こういうパワハラみたいなことになってしまうということもあるんですね。でそれで、まあ、一度研修のご指導をいただきたいということでお問い合わせもありました。そのご指導だったり、まあ、企業さんもそうですけど個人の方もそうです、お願いしようと思ったらできる感じですかね、はいはい、そうですね。一般的にファシリテーターが、講座を公募するのは、一般社団法人アンガーマネジメント日本アンガーマネジメント協会の、ホームページに、講座については、書いてありますので、こちらに出てますのでね、はい、ぜひ一度ねご相談したいっていう方、一度ご連絡いただけるといいかもしれないですね、はい、受けてみたい、ね、入門講座だけでも受けてみたいという方がおられましたら、はいはい、全国 の、 入門講座がそこにバンと貼り付いてますので、そこから検索していただいて自分の地区の良いところの講座を受けていただければと思います、ね、ファシリテーターになりたい方もこちらですし、ご相談したい方もこちらでいいのかな、はいはい、いいのかな、ね、同じホームページに、はい、ファシリテーター養成講座の、申し込みの欄もありますので、ぜひ、ね、アンガーマネジメントのファシリテーターを多く実は募ってるんですね。いろんな人にやっぱりね、怒りの連鎖っていうのを止めるっていうことが理念になってまして、それをお伝えする方を増やすっていうのもファシリテーターの務めになります。ですのでぜひこういう仕事をやってみたいと言われる方いらっしゃいましたら、ぜひお申し込みください。どうぞよろしくお願いします。ちょっと受けてみようかな私、はい、仏になろうかな怒ってばかり修行期間が15年かかるかもしれませんよ完了までに、はい、ね、それもいいかもしれない、まあ、そういうことね、うん、自分がやっぱりその関心持って、でそのファシリテーター養成講座は1回1日の研修を2日間あ、はい、あそうなんですか、はい、あります、はい、それがね今のところ大きな都市ですね、東京ですとか大阪ですとか、はい、そういうところで2日間の研修であったり、今コロナの時期ですのでオンライン講座もおそらくはい、あるかと思いますので、はい、一度のホームページを覗いてみてください。はい、はい、ホームページ見ていただいてね、1時間ん1日でしたっけ2日間ファシリテーターは2日間ですね。あ、はい、で怒りの感情をどうにかしたいっていう時 の、 そのトレーニング法をお伝えする入門講座は90分で、税込みで3300円で受講できますので、まず入門講座でもいいから、ね、はい、入門講座、私もその入門講座を受けて、もっと知りたいと思ってファシリテーターの養成講座を受けたの で、 入門講座もズームじゃないな、オンラインでされている、オンラインでされてる方もいらっしゃいまして、はい、私は対面なんですけれども、入門講座行ってみるわ私、うん、ぜひちょっと行ってみて、ちょっと仏の幸になるわ、はい、いいかもしれない、これで私も平和が来るそんなひどくないでしょ私そんなひどくないでしょ。いやそれなんで、ね、はい、自分が怒ってることを自覚してない。いやいや、ちょっと言うたってそんなことないって今言いかけあった、はい、いつも、ね、ニコニコしたはつらつとしたイメージ、そうなってます。もっと言うて、もっと言うて、なんでこうなのね、はい、ね、華やかなイメージが、そうですね、はい、サッさんはね、またね、やっぱりちょっとぐらい怒りが ないとあかん。おフォローになってない。そういうキャラクターで売ってる。そう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 。そういうことにしよう。辛口や。
だんだんひどい扱いが、なんかひどくなってきたよ扱いが。素敵な女性だと思います。ね、いやありがとうございます。もっと声を大きく。そうですか。素敵な女性だと思います。ありがとうございます。そうですか。もう今のカットやで。そうですか、カットや。でもね、今あの各地にも出張遠征行かれますよね。そうですね、企業研修は、うん、あの結構行かせていただいております。はい、それは本部からの派遣講師として行かれるわけですか。あ、いえ、のそれはもうあの個人的にお問い合わせいただいて、そうですか、はい、ご提案書を出しして、うん、っていう形になります。はい、はい、ありがとうございました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは CM です。どうぞ。はい、今日ね、お話、うん、怒りって確かにそうだね、うん、で聞けてしっかり値打ちがありました、うんうん、よかったよかった、うん、ね、ファシリテーターね、ファシリテーターね、ファシリテーターじゃないですね。はい、あ、怒りの感情が出てしまった怒りの感情が出てしまった。そこで怒ったらもう6秒待ってから怒れる。ね、ちょっと入門講座楽しそうなんでね、ちょっと、ね、ね、あのこう行ってみてもいいかなっていう気が、ね、はいはい、しておりますけれども、ね、ね、まあ、清水さんはね、その笑顔でいつもごまかしてるけど結構短気やからね。清水さん昔はね、けど今だん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 やっぱりもうその気が緩んできてしまってますからね。お年とともに、もう1年前にも頭の病気をしたし、そうね、そういうことがあってね、ね、はい、じゃあね、次回はですね、次回はまた実はね、次回次週の放送ね、はい、これまた素敵なねゲストさんがね、はい、来られるということで、以前にもね出ていただいたゲストさんなんですけど、はい、整体の先生でしたかね、はい、腰痛ハンターの倉田千恵美さんです。はい、でその方が今あの生徒さんを連れて来られています。うん、はい、はい、ね、来週はね、はい、そんな倉田さんのご登場です。はい、さあ、それではですね、次回の放送です、はい、放送なんですけれどもね、次回は6月28日、はい、6月の28日またこの番組、このチャンネル、このお時間でお会いいたしましょう。はい、それではまたね。バイバイ。